新喜劇見てくれた人全員マブダチなのコーナー、よいしょ、よいしょ。さあ、というわけで今回のゲストは、はい、親泊まりくんです。どうも、親泊まりです。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。ぽっちゃり三人衆の一人です。三人衆はい、清水博之。あ、何落としたんだよ、おめえはよ。すいません。清水博之、はい、親泊まり、音羽くん、あ、この3人で楽屋のエアコンの温度を3人であの下げてくる。そうなんですよね。ジェットストリームアタックとかドム3体のジェットストリームアタックと一緒だと僕は思ってます。今回はなんか親泊まりくんの持ち込み企画ということで。あ、そうなんですよ。どんな企画を。僕がね、趣味で急にカメラを持ち出して写真を撮るようになりまして、うん、はい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 、いい写真撮るんですよ、これが。楽屋でね、いろいろパシャパシャパシャ撮ってるんですけど、その中ちょっと厳選したちょっと5枚ぐらいをちょっと千葉さんに見せて、あ、楽しみ、盛り上がれたの楽しみですね、はい、じゃあ見せてください。まずこれなんですけど、おこれね、そのカメラをバーって写真撮っていって、パソコンに取り込むんですよ。そしたら AI が、この人とこの人同じ人物ですかって言って。あ、ありますね。iPhone とかでもありますね。はい、勝手にまとめてくれるやつね。結構賢くて、これとか今の千葉さんの写真を、宣材写真は、メガネかけてる千葉さん。あ、すごい昔のやつ、ね。もう15年ぐらい前のやつ、ね。はい、でこれが同じ人物ですかって出るんですよ。おーおー、お賢いなと。うん、AI、さすがやなと。メガネしてるもんね。他の人も見ていてたら、宇川さんの写真で、川端さん同じ人物ですねって言うんですよ、これ。AI も見間違うんだという。お店でもなんかあったんでしょ。あ、しょっちゅう聞きますね。なんか、なんだっけ、領収書もらおうとして。あ、そうだそうだそうだ、顔おなじみの店で、って言ったら、宇川さんが言ってるのに、はいはいはいって川端とか言ったりとかこの前も、ちょっとしたね、新喜劇メンバーでのちょっと大勢でのちょっと食事会みたいなのがあって、結構周りにね、お客さんっていうか新喜劇ファンが、あれ、こんだけ新喜劇もすごいなみたいな、なった時に、あ、川端おるやん、川端って声聞こえて、中入ったら宇川さんしかいなかったんですよ。続いてこちらなんですけど、はい、これ、お、スッチーさん、はい、あのちょっと前に酒井愛さんの写真個展というものがありまして、で僕ちょっと撮影係で参加させていただいて、スッチーさんすごいかっこいい一枚になったんですよ。なんかあの人ってやっぱ常にふざけてるから、はい、意外だったよ、はい、僕もその写真見た時に。なんなら人がその写真撮ってたら、はい、絶対バカにしてくるじゃん。あ、そうですね、はい、かっこつけてたりしたら、はいはい、なんかすごいなんかこん、はい、そうそう、めちゃくちゃかっこいいんですよ。珍しくそっちパターンだったなと思った、はい、俺も。でもやっぱあれ、本人根はそっちじゃないんで。あ、嫌だったんだ。奇跡の一枚なんですよ。で 99% はもうこういう写真だったんで。なるほどね、本当はこっちだったんだ。で、まあちょっとシャイなとこもあるんですよ、ちょっとカッコつけるの苦手というか、そこやっぱちょっと人間性が出てて、いいなっていう。なるほどね。その中でやっぱ千葉さんはカッコつけれるというこれカッコつけてるの。カッコいいっすよ。いや、これカッコついてねえだろ、これ。もうすごいおじさんになったな。かっこいいっすよ。ほうれい線がもう半端ないじゃん。いや、かっこいいですよ、千葉さんは。いや、それもうやめてほしいんだよね。公共の電波に乗せてる時とかは特に、俺がダメージ食らうから。大丈夫ですって。ダメージ以上の熱狂的なファンがいますから。お前に何がわかるんだよ。そうやって言ってくれるけど、俺のとこにそんなに来てないんだよ。え、そうなんだよ。だから実感があんまないんだよ。ほんまですか。私、なんか田畑さんも言ってました、それ。見て。愛さんの写真個展で、田畑さんの写真すっごい売れたんですよ。うん。で、田畑さんにそれ言ってたから、そんな風に俺、おったことないわ、つって。田畑くんがもう、あの、学者が買いに来てる。学者あれこんな生き物見たことないって。資料として。学者が買いに来てる。あとね、これ、吉田豊さん。はい、新座長。新座長。うん。これ、新座長就任公演の時に撮らせてもらったんですよ。ちょっともう太り出してしまってるというか。早くない？ちょっとお腹出てきてません？新座長になって何？贅沢し始めたの？あの野郎。いや、そんなつもりじゃない。呼び出して叱ってやろうか、本当に。ちょっともうすでになんか、だからストレス溜まってるのかなと思って、あ、そっち？そこをね、ちょっと僕らで緩和してあげたいなと思って。そうだね、はい、やっぱり後輩のみんなで、はい、豊かを慰めてあげてほしい。そうですね。まあ、彼に何が起きてるか俺は知らんけど。そうですね、まあでも新座長という ね、 そうですね、やっぱり座長っていうのはね、やっぱりそれだけ大変な仕事なんで、プレッシャーとかもあると思うんでね、はい、でこれがこのまたその、あの写真個展で販売した写真集がありまして、それ会社用でちょっと保管用でありまして、はいはいはい、それをみんなで見ながら、ああだこうだね、いいオフショットだなという、はいはいはい、ちなみに
宇川さんのベージュでみんな笑ってます。ああ、なるほどね、はい、うん、宇川さんの写真が大きい版のやつがちょっとお高いんだよね。1500円とかですか、はいはいはい、それがその個展に見に行くとこう売れた人の写真はなんかあちょっと下にシールがね、はい、貼ってあって、うん、これはもう売れましたみたいな、はい、で宇川さんの全然売れなくて奥列将がご飯行った時に、はいはい、結局宇川の写真売れたのか売れてないのか調べとけって言われてどうだったの結局。ちょっとまあ残念な結果になったみたいです。売れなかった、はい、よかった。その答えを多分奥列将は待ってるからまあまあでもね、まあ、これは結果ね、うんうん、そうなだけで、ね、ファン私いらっしゃる。そうね、はい、これがちょっと最後の一番なんですけど、これが一之輔師匠このオンエアされる新喜劇の中で、うんうん、一之輔師匠が急になんかめちゃくちゃ変な笑い方したの覚えてますね。ああ、はいはいはい、甲高いね笑い方、はい、めちゃくちゃ面白かったじゃないですか、うんうんうん、舞台上みんな喋れなくなるぐらい、うんうんうん、それを楽屋で再現してくれた時の一枚。なるほど、これ多分オンエアなの回なんですね。どうだろうね、そうだよね多分ね、うん、こんな感じの企画を持ち込んでまいりました。だから新喜劇っていうのはやっぱりそのオンエアの回以外もねやっぱこう変化があって面白いから、ぜひ劇場の方へね、はい、足を運んで生で見ていただきたいと思います。また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 。いや言われてないですよ大事なとこは今週の新喜劇の見どころの方を紹介していただきましょう。はい、はい、こちらタイトルがすちこの Life is a Movie でございます、はい、ちゃんとね映画の映画館のお話になっておりまして、そうですね、非常になんか温かい素敵な話でしたよ ね、僕がもう見たのはこちら、はい、毎公演違ったとあるシーン。ほう、どのシーンだこれは。これね、うん、後半に差し掛かるぐらいで、うん、太一郎さんと一之輔師匠のちょっといいシーンがある。はいはい、親子のねシーンですよね、はい、その時にまあスッチさん、スチコさんと千葉さんがこう左右に分かれてポツンポツン座ってて、ちょっとまあとあるボケとかの応酬が始まるんですけど、毎公演違ったんで、そこ違ってたね、あれね。ちょっとそれがこの袖から見てても楽しすぎて、へえ。お客さんももしかしたらね、例えば熱心なファンとか最初初日来て最後の日もう一回来てとかって全然違ったと思って、それがね。で僕もそのテレビ収録の回どれだったか全く覚えてないんで。俺も覚えてないですよね。うん、どの回が多いの。まあでも楽しかったわ。あれ楽しかったっすよね、普通に。俺と鈴木さんでなんか好き勝手やんのを、そうそうそう、清水さんが、やっぱ清水さんがね、そうですね、いるとね安心して遊べちゃうんだよねちょっと遊びすぎてた。そうだ、いくらでもやれちゃうから長くなるんだよ、はい、そう長くなりすぎて、うん、なんか聞いてもないのにスッティさんが、うん、社員さんが終わって駆け寄ってきて、うん、56本ありましたって書けないと思いました。でもそこのシーンが長いんですよね。それとかもう私たちも大人なんでね、はい、ちゃんとやんなきゃダメですよね、はい、でちゃんとはいっつって次からちょっと46分にちゃんと、ね、うん、そんなに変えれんのかっていうフリーなんだそれがすごいいいなと思ったのと、うんうんうん、あとこちら、はい、スタッフさんの愛があふれるセット、うん、こちらその映画館の設定やったんで、うん、まあ、セットもすごい大きい、はいはい、びっくりするセットなんですけど、はいはい、まあ、映画のポスターみたいなのがこう貼られてまして、うんうんうん、結構それがね、うん、スタッフさんのなんかもう愛というか、そうだね、新喜劇愛というかね、新喜劇のその回出てない人たちでそのポスター作ってたりとかね、はい、うん、だからどこまでそのテレビ中継で映ってるかわからないんですけど、ちょっと細かく見てもらえたら、うん、そう、その辺やっぱ新喜劇っていいよな、はい、なんか小道具とかに、そうなんですよ、実はそういうなんかなんていうの、隠れた遊びがたくさん散りめめられて、まだ言えてないですよ全然喋れないな、ダメだもん今日大丈夫ですよ、うん、かっこいいですから、やめてくれるマジで。はい、ね、はい、そうなんですよ、これあのセット中央に扉があって映画館に入る、うん、中にも多分カメラ映らないとこのポスターとかチラシとか、うんうん、そうなんだ、細かいのがいっぱいあったんで、ね、素敵やなと思いますね。そういうのこそなんかね、プレゼントとかしたら、そうですね、新喜劇ファンの人喜ぶと思う、ね、サインとか書いてる、はい、ちょっと今後、はい、考えてみましょう、要検討で、ぜひね、こちらの新喜劇、はい、オンエアの方見てみてください。よろしくお願いします。今回のゲストは親泊くんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。